はい、皆さんこんにちは、バルカロールです。今日なんですけれどもね、パニガレ V4 のキーひねりますと、この液晶画面に、お分かりになりますでしょうか。サービスっていう表示がね、出てるんですよ。で、これ何かっていうと、車検とか点検の時になるとね、これが表示されるようになってます。ご丁寧に1ヶ月ぐらい前からね、カウントダウンが始まるようになってるんですよ。で、この私のパニガレ V4 というかね、ほとんど全てというかね、全車共通だと思うんですけども、この通りモノポスト仕様になってるんですね。シングルシートカールになってて、人が後ろ乗れないようになってるっていう。でもこれ車検証を見ますと、2名乗車になってるんですよ。いや別にこれ1名乗車で販売すればいいんじゃねって思うんですけれども、まあそういうわけで今回ですね、この一人乗り乗車仕様をですね、二人乗り乗車仕様ですね、ビポスト仕様に、換装していこうと思います。足元にね、パーツ転がってますね。購入するとね、そこの脇にでかい箱置いてあるんですけれども、あんな感じでね、ディーラーさんがしっかり箱詰めしてくれてね、ビポスト仕様のパーツをね、ごっそりと入れてくれるんですね。で、あと私はこの、バーエンドですね、この部分大きいのに変えてありますね。これ変えてあるんで、車体幅が変わってしまうんで、これ車検通らなくなってしまうんですね。なんで今回これも交換していこうと思います。じゃあ早速作業始めていきましょう。じゃあまずね、後ろのところにこれ取り外します。このシングルシートカウルなんですけれども、下側ビス4本外すと、外しましてね、後ろにスポッとやると抜けるんですが、どかあるあるだと思うんですけどね、かなり小石とか砂とか巻き上げるみたいで、このカウルの中にね、凄まじい勢いで砂とかね、小石が詰まってるんですね。で、普段こう、あんまり開けないんでね、ちょっとパーツクリーナーで綺麗に掃除しますね。で、こちらがビポスト仕様の、テールカウルになります。ちょっとね、開口部分が大きくなってますね。じゃあこれ早速つけていきます。これはね、後ろからスライドして、爪があるんでね、そこにはめ込む形になってるんですけど、さすがにちょっとね、やっぱりイタリアンメイドだけあって、ビスの位置がね、なかなか合わないんですよね。はい、4本ビス止めていきます。で、あと上の部分ですね、やっぱり2名乗車になるんで、人間の重さ、下側4本のビスだとね、支えきれないんでね、上側2本、これ追加でボルト締めるところがあります。これもね、締めていきましょう。そしたらこちらがですね、リアシートになります。はい、これはもう本当にスライドしてはめ込んでね、キーをひねってガチャって止めるだけなんですけど、割とこの作業自体はね、すごく簡単で、まあ15分ぐらいで、ね、パッとできちゃうような作業なんですけどもね。はい、これキーでね、キーでガチャッと押し込めば、はい、はまりました。はい、こんな感じですね。意外とでかいですね。こうやってみるとね、実物見るとそんなでかくないんですけども、わりかし弾力性もあってね、座ってみたんですけれども、そんなにね硬くなくてね、座ってて座り心地はいいのかな、ケツは痛くなりにくいのかな、まあ、座り心地はあんまり良くないでしょうね。30センチぐらいあるのかな、座る面がね。にしてもね、こんな狭いシートに女の子座るするとかね、殺す気かっていう感じですよね。てかね、めちゃくちゃ高さ上がるんでね、これ怖いでしょうね、こんなとこ座ったらね。じゃあ続いてですね、タンデムステップですね、こちら取り付けていくんですけれども、私のパニガーレはですね、そもそもパニガーレ V4 は車載工具積んでないんで、はい、指さしてますけれどもね、これ別体でツールタンク、これつけてますんで、まずこれ外していきたいと思います。これ外さないとタンデムステップが多分つかないんでね。で、あとはヘルメットロック、こちらは多分そのまま生かしておいても、問題はないと思うんで、残していきたいと思います。まずね、タンクバッグこれ外して、
タグですね外しまして、で、ボルト2本外すだけなんですよね。まあこれ本当簡単な作業なんですけれども、まあボルト2本で止めるだけですね。でこれ私外すときにですねボルト2本舐めちゃいまして、六角形とか舐めちゃったもんですからね、まあボルトちょっと近くのホームセン行って同じものを、同じサイズのものをね見つけて買ってきました。で左側は簡単につくんですけど、右側かなり時間かかってるんですよね。まあ、すぐ下に、ちょっとお分かりになりますかね、排気管がですねトグロを巻いてて、それが右側のこのタンデムステップ止めるこのボルトのところに見事に干渉してるんですよね。本当に隙間がね 2,3 センチぐらいしかなくて、六角レンチがねものすごく短いやつがかろうじて入る、そういう隙間しかないんですよ。普通の六角レンチじゃなくてかなりこの先端のね短いやつですね、それ使わないと入らないし、しかも回せる範囲がねほんと1ノッチぐらいしかないっていうね、どんな地獄だっていう状態で、取り付け取り外しをしなきゃいけない状態になるんですけども、まあ、なんとか頑張って時間かけてやればね取り付けることができます。はい、はい、続いてはねバーエンドの方こちら交換していきたいと思います。作業の方は本当簡単ですね。レンチで、カリカリカリって回してね外すだけなんですけれども、私が心配性なのか何なのかね、なんかやっぱ走ってる最中に飛んでっちゃいそうな気がして、かなりきつめに締めてるんですよ。これ外すと分かるんですね、かなり簡単な構造になってますのでね、振動すごいのが飛んでっちゃいそうなんですよね。で私のはですねこちらアイラさんの、何だったかなハンドルバーエンドチタンカラーかな、こちらの製品つけてます。これつけることちょっとね振動が和らぐんでね、それでもやっぱり振動きついんでこの重い一番重いバーエンドつけてるんですけどね、これを純正のバーエンドの方に取り替えて、で、純正のバーエンドを取り付けていきたいと思います。はい、付け替え終わったんでこの純正のやつですねだいぶ大きさ違うのお分かりになりますよね。はい、じゃあこれねはめ込んでいきたいと思いますね。このアイラさんのやつもうほんとボルトオンでね簡単についちゃうやつなんでね、取り付けも楽々なんですけど、はい、もうこれ差し込んでね、でもうレンチでね回して取り付けるだけなんですけどね、結構固めにやらないとなんかね外れて飛んでっちゃいそうな気がするんで、かなり力入れますよね。左手でこれゴムのねグリップの効くグローブ使ってね、で回らないようにしてガリガリにしっかりとね締め付けて止めてます。はい、というわけで、作業完了しました。まあさっきねモノポストかビポストって言ってましたけどね、一人乗車のことをモノポスト、二人乗車のことをビポストっていうらしいんですけれども、そういうわけで、パニガレ V4S 車検対応ビポストモードに換装完了でございますね。はい、まあ、私結構ねこうやってバイク機械いじりするのもね結構好きなんでね、こうやってごちゃごちゃいじってるんですけども、人によってはやっぱりもうめんどくさいからって言って後ろ人乗せないからって言ってね、一名乗車に構造変更される方結構いらっしゃるみたいですね。まあ私は結構でいじるの好きなんでね、まあこれも楽しみの一環としてねやっていこうかなというふうに思ってますよ。うん、にしてもまあ時計が映ってますけどね、もうこれ夕方6時なんですよね。ここのとこ私ずっと休日出勤が連続してまして、なんかね疲れちゃってましてね、この日も午前中出勤してたんですけども、帰ってきてご飯食べたら眠くなっちゃって、お昼寝してたらね5時になっちゃってましたね。で慌ててガレージ来て、こうやってバイクいじってるわけなんですけれども、本当ね疲れてると何やるか分かんないんでね、皆様自分お気をつけください。まあ、これからの時期暑くなるんでね、水分補給しっかりしてね、しっかりご飯食べてね、体力つけて頑張っていきましょう。まあ、これからもね、
暑くなるとちょっとねバイク乗れなくなるかもしれないんですけどもね、皆さんも楽しくバイクライフを送っていただければと思っております。それではさよなら、バルカロールでした。